名の工作員はすでに死亡しているようです。このニュースはアメリカに不利な衝撃を与えています。国民の皆さん、ブラックリストへの対策はサードエシロンのようなならず者に担えるとは思えません。現在サードエシロンが関与する全ての任務を直ちに中止させます。本日をもってサードエシロンは解散とします。合図だ、始めるぞ。いいわよ、サム。脱出経路を教えてくれ。一番近い出口は南ウィングの屋上よ。計画もスパイも秘密は何一つとして存在しません。他に質問は？あんた誰だ？ CIA か、デルタフォースか。オースエシロンへようこそ。